こんな感じです。ソファーを置いてもテレビまでの距離が結構ありますので、近すぎるってことないですね。それで向こうにダイニングテーブル置いてますけれども、全然こう、このお子さんとかがね、この辺走り回ったっても、引っかかることのない、十分な広さ保ってると上がる感じですね。そして、おお、はい、なんでしょうこれ。出ました、吹き抜け。ここのお家は本当にね、ここ、これ。はい、静岡の皆さんこんにちは。清水の不動産屋ルクハウスです。ちょっとね、違うオープニングにしてみようと思いましたけど、大した違いはありません。はい、というわけで、いつもの通り、新築の建物、今日も物件紹介していこうと思います。今日ご紹介する物件は、はい、もうちらちら見えてます、こちらです。はい、こんな感じね、おしゃれなお家ですね。今、ルクハウス、現地売買している新築の建物がありますけど、そこと同じ売り主さんが作ってくれてる、おしゃれな、デザイナーズな、新築の戸建てとなっております。場所は、青井区洋一のここは2丁目ですね。でちょっとエリア確認してみましょう。前面道路は、まあ、こんな感じですね。それでここがどこにつながっているかというと、はい、こんな感じで、つながってます。で中入っていく感じですね。本当に住環境としては非常に静かないい場所かと思います。はい、それではですね、早速中の方に入ってみましょうか。はい、じゃあルクさん案内お願いします。はい、ほい、ルクハウス。はい、じゃあ玄関の方入ってみましょう。こんな感じで、広い玄関ホールですね。そしてもうなんかこの、売り主様、こちら標準装備のようですかね。もうね、ミラーになってる、下駄箱になります。お出かけ前にね、バーンと全身の身だしなみを一発でチェックできる優れものです。でもうね、何度かやってますけど、この白いポッチ、はい、押すと開く。はい、いっぱい入ります。そして白いパッチを押すと閉まるとね。お子ちゃまとかはね、この丸いポッチを押せと、強く言うことにしましょう。じゃあ中入ってきますね。はい、というわけでまず玄関になった、その先に一応ね扉があります。こちらの方ね、じゃあまずは一回開いてみましょう。はい、じゃあルクさん登場でガラガラガラーと開けると、はい、まあおトイレです、おトイレです、おトイレです。はい、もうおトイレですね。はい、そしてじゃあこちらの扉を開けていきましょう。ガチャ、出ました。はい、リビングです。こちらの建物ね、サンプルで家具を置いてくれているので、すごくイメージがつかみやすい感じですね。お、広い。こちらのリビングも結構な広さになってます。ちょっと全体を引いてね、見ていきましょうね。はい。じゃん。こんな感じです。ソファーを置いてもテレビまでの距離が結構ありますので、近すぎるってことないですね。それで、向こうにダイニングテーブル置いてますけれども、全然こう、このお子さんとかがね、この辺走り回ったっても、引っかかることのない、十分な広さ保ってると思います。そして、おこっちになんかありますね。はい。飾り棚。これがどこにあるかというと、はい。テレビのちょっと上あたり。この辺ですね。こういうね、小さいのがね、大事なんですよ。ちょっと手を入れるとね、本当におしゃれ度がね、ぐんと上がる感じですね。そして、おお、はい。なんでしょうこれ。出ました。吹き抜け。吹き抜けですよ。吹き抜け憧れですよね。言っちゃいますけど。吹き抜けがこちらリビングについてますね。やっぱね、こういうものが一個あるとね、ほんと開放感段違いですよ。試しにちょっと座ってみましょう。ね。はい。じゃあ、ルクさんちょっと置きます。こうやって座って、ね。ご飯食べている、その上を見ると、吹き抜け。いいですね。
新築のね、まあいわゆる建て売りで吹き抜けがあるやつってそうそうないと思いますよ。本当にね、ルクさんいいっすね、吹き抜けね、激しく同意してくれています。まあリビングこんな感じですね。本当にあのおしゃれな開放感のあるリビングです。そしてじゃあキッチンも見てみましょうね。はい、キッチンの天井、まあいつもの通りのおしゃれな作りをしてくれています。でキッチン見ていくと、キッチンもね、いろいろあの物がおしゃれに置いてあるので、これもまたやっぱイメージつきやすいですね。前景はこんな感じ。はい、いいですね。はい、ちょっとおしゃれな換気扇、そして、広いシステムキッチンに、じゃん、食洗機付き。開けます。よいしょ、ほい、こんな感じ。食洗機も標準で付いてますね。そしてはい、こちらフルオープンキッチンね。あのここで料理コトコトやっててもリビング見えます。はい、ここでまな板でトントンやっててもリビング見えます。はい、ここで洗い物をジャーッとやっていてもリビング見えます。あの本当にね、あのお子様とかがリビングで遊んでても、あのお母さんね、あの料理とか洗い物とかしながら安心してあのお子さん見てられるというね、本当にあの便利な作り。そして何度も言います、吹き抜けいいっすね。本当にいいですね。はい、じゃあ他のところもちょっと見てみましょうね。このキッチンの横の扉、何でしょうねこれ。はい、また張り紙があります。じゃーん、パントリー、キッチン収納はママ大助かり、カップラーメンやお菓子、お水などまとめ買いができます。さあカップラーメンが何個ぐらい置けるか見てみましょう。じゃーん、はい、何個置けますかね。あのザ・マンザイの商品のどん兵衛1年分が何年分置けるんでしょうかって感じですね。ザ・マンザイのどん兵衛が何個置けるか、何年分置けるかって感じです。こういうのね、ありがたいですね。あの奥さんとかはね、あの物いっぱい置きたいでしょう。で私なんかだとひょっとしたらここを、ギターを置く部屋にして、怒られるという感じになりますかね。あ、ここにもね収納ついてます。メインですね。居室としても全然なんか使えそうではありますね。一応まあこんな感じのお部屋がついています。そしてこっちに行くと、じゃあ今度は水回り開けます。はい、こんな感じ、十分な広さの脱衣スペース、そしてはい、おしゃれな洗面台、そして後ろを見ると、はい、リネンコということで、バスタオルや洗剤、いろんなものを置いとけます。これもね、あるとないじゃ全然違うんですよね。はい、そしてお風呂は当然、一坪タイプの浴室乾燥付きの、キッチンじゃないですね、お風呂です。はい、浴室乾燥付きいいですね。っていうあたりが、1階の、ご紹介になります。それでは、奥様お喜びの方が多い、リビング階段登って今度は2階に行ってみましょう。はい、2階行くと、はい、着きました。息は切れてませんよ。廊下こんな感じですね。ほい、じゃあ右側から部屋見ていきましょうか。はい、おー、いいっすね。いいです。これまあご夫婦の寝室ってとこですね。はい、で、大きな窓で、ちょっとね、あの向こう側がアパートになってますので目隠し高めに作ってあります。で、こっち側が収納ですね。はい、一見普通の収納ですけれども、ここになんか書いてありますね、ウォークインクローゼット。じゃあ開けてみましょう。じゃんじゃじゃーん、はい、映りきらないですね。引きましょう。どうすか、このウォークインクローゼット。はい、中入ってみましょう。だーっと行きましょう。はい、そしてこの間口、これものすごい迫力ですよね。もうね、さっきあのこの動画撮る前に一周ここあの写真でね撮ってますけど、これ、いやー、すごい迫力。これね、あのパノラマ画像を一回見てほしい。
すごいんですよ。まあ、パノラマ画像もちゃんと撮れてるかどうかまだ僕には分かんないですけど、これなんかぶち抜いちゃってもいいよねってなんか感じもしちゃいます。まあ収納がねでもね大きくあるのは嬉しいので、あの本当ここなら、パーティー衣装日替わりでここで1ヶ月ここで2ヶ月で2ヶ月分いけますね。ガンガンかけてください。はい、というわけで、こちらがまあ寝室ですね。本当にいいですね。これちょっとすごいあのすごいワクワクします。じゃあ他のお部屋行くと、はい、まあおトイレ、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 はい、おトイレで、あとお部屋が2つですね。はい、まず1つ目、まあこんな感じになってます。はい、収納もついてます。ここは、はい、残念ながらウォークインではありません。でもね、大きな収納ついてますので、あの全然ね、あの物はいっぱい入れられることでしょう。そして最後のお部屋がこちらね。はい、こんな感じになってます。こうですね。はい、で、じゃあ収納もね開けときましょうか。はい、こんな感じ。ちょっとこちらはね収納プチな、ちょっと小さめな感じにはなってますかね。というわけで、まあ、お子様だから、2人で、ご夫婦で暮らすというのには、全然問題ない感じになってるかと思います。いやー、ここのお家は本当にね、ここ、これ、これ、それから、階段を降りて、息は切れてませんよ。はい、階段を降りて、はい、リビングのこれ、これっすよ。いいっすね。本当にいいですね。あの縦売りでこんなねおしゃれなうちそうそうないと思います。さあ、じゃあこちらの物件をおさらいしましょう。はい、これが、まあ、間取り図になってますね。リビング17畳で、キッチンの横にあったお部屋は 5.5 畳、2階は 5.6、5.2、7畳、そして広大なウォークインクローゼットスペースがついている、余市の、新築のお家、こちらがなんと価格、はい、2598万円。今日は10月20日現在で2598万円で絶賛販売中です。はい、ルクさんありがとうございました、ご案内ね。ほいで、もし、気になる方、おりましたら、ルクハウスご連絡いただければすぐご案内しちゃいます。で、他の動画でも言ってますけど、ルクハウスで仲介いただいた方には、今、人気沸騰中、うちのルクさんちゃん、プレゼントします。これね、本当に、親バカで恐縮ですけど、出来がいいので、ぜひね、本当もらってください。ね、売ってもいます。買ってください。詳しくはね、ルクハウスの、ルクハウスお知らせで検索、もしくは、うちのルクさんチャームでボンって検索しても何かしら出るかもしれません。見てみてください。はい、というわけで今日は、余市の新築、おしゃれな吹き抜けのある、広大なウォークインクローゼットがある、新築のうちご紹介しました。はい、ルクハウスでした。ありがとうございます。ほい。静岡市清水区の不動産売却ならルクハウス。清水区にあるルクハウスの代表望月圭介は不動産売却のエキスパートである。清水区に生まれ清水区で育ったからこそ地元の相場感を熟知している。そんなルクハウス望月を頼って今日も不動産の売却購入の相談が後を絶たない。さらに複数のパイプラインを駆使した任意売却にも対応。お客様に喜んでもらうためにルクハウス望月は苦労を惜しまない。もちろんこれから静岡で物件の購入を考えている人にもルクハウス望月は対応可能だ。大手にはできない、地域密着だからできる、お客様目線の不動産売却、ルクハウス。お気軽にご相談ください。Tem que ter sido